あー、落ちちゃった。はい、どうもレイです。今年の漢字ってのが昨日決まりました。今年は令和の令になったみたいなんですけど、前回、ってか去年かな、去年は、厄災の際を、書いたんですよ。厄災の際を、まあ、北斎使ってこうやって書いたんですけど、今年の漢字は令和の令になったということで、今年も書いてみたいなと思ったんですけど、令和の令って確か令和になった直前に、直前じゃねえや、令和になった瞬間に書き初めって言って令和の令を書いたんだよ。だからなんか被っちゃうんですけど、あれよりうまく書けるかなと思ったので、はい、もう一度令和の令でも書いてみようかなと思います。で、インクの色も黒にして、書き初め、習字っぽくね、令和の令を書いていきたい。お、うまい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 。まあ、こんな感じで書いていけたらいいなと思います。そういえば書き初めいつもしょっつる鉱山でやってたんですけど、夜にすることで雰囲気がより楽しめると、昼間のしょっつる鉱山で書いてたんですよ。それをあえて夜にしてやってみます。前回は何も書いてないとこに書いたんですけど、今回は半紙の上にしっかりと書いていこうかなと思います。何も書いてないとこに書くんじゃなくて、あらかじめインクで塗ってあるところに書く。令和の例書けるかな。最初がね、人たちがね、難しいんだよ、これ。線書いて、んで逆方向にもう一本。で、これが冠の部分になるじゃん？難しいよな、これ。あー、繋がっちゃったかもしんない。ジャンプ力が足りないの、イカちゃんの。令和の、レイ。で、これを最後に調整できればいいんだけど、これちょっと汚いな。下手くそだな。久々書いたからってのもあるかもしれないけど、なんか今日下手だぞ。あ、曲がってる、ひん曲がってる、ちょっとひん曲がってるな。そもそも令和の漢字ちょっと難しくない？なんかプニプニしてるぞ。ちゃんと塗ってくれてる、ちゃんとインク塗ってくれてる、優しい。じゃあここに令和の令を書いていきましょう。いきまーす。ほい。ほんとね、最初のね、線が意外と難しいんだよね。ぶっとくなっちゃうからさ、どうしても。こうじゃん？あ、いい感じに引けた？で、次線だ。書き順はさ、ちょっと見逃して。ほんとはこっちからスッて書かないといけない。あ、でもいけた？あ、いけたいけたいけた。いい感じにいけた。で、今度離して、ジャンプ。おい！いいね！あ、ちょっと椅子が邪魔です。令和の、レイ！いい！で、あと引き伸ばしして調整できれば、完璧だ。結構いいんじゃない？飛んでみますね。あ、ほら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 ！令和のレイ！そもそもこの感じ難しいんだよ。どうも。あれ、逃げ出した。待て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 、なんだこれは。なんだなんだこれは。え、待って、これおい、これどしぼれたじゃないか。あ、これおっぱいだ。おい、乳書いてる、乳書いてやがるぞ。他の別のイカが。これ、父だぞ。父だ、父。しかも、右側の父の方がちょっとでかいっていう。おっぱい書いてる人いる。お、令和の令より目立ってんじゃん、父の方が。父のが目立っとるやんけ。あ、他のとこにも、また他のとこにも書いてある。一個だけじゃなくて二つあったぞ。